南東映劇場は愛知県豊橋市南栄町にあった映画館、東映の3番館であった。1959年に開館し、1966年に閉館した。座席数は270席。南栄町は豊橋市中心部から約 3.5km 南に位置する町である。1908年には近隣に大日本帝国陸軍、 第15師団が設置されたが、第15師団は1925年に廃止された。太平洋戦争後の1946年には、第15師団跡地に愛知大学が開学。国道259号線沿いに南堺商店街が完成し、1950年には南堺町公民館が竣工。公民館は舞台、映写室、切符売り場を備え、 歌舞伎、芝居、映画などが上映された。当時の豊橋市南部には、娯楽施設がなく、戸田劇団などの劇団が、南栄町公民館を会場として、有料公演を行ったという。婦人会などが主催して、映画上映会が開催されたこともあったが、南、東映の開館後には、映画上映会の開催数が減っていった。 南栄町公民館は1986年に取り壊されている。愛知大学の開学による学生の増加、講師、原や天白原の開拓による証券の拡大、旧陸軍幼稚園の市営住宅の建設などによって、1950年代以後の南栄地区は豊橋の副都心と呼ばれるほどの賑わいを見せた。1951年には、 高柴原に大日本宝石株式会社の大工場が建設され、約2000人の従業員は南境町に大きな経済効果を与えた。1959年12月、山本学部によって東映の3番館として南東映劇場が開館した。近くにある大日本宝石などの宝石関連企業の従業員の来館を見込んだとも言われる。 1963年には、東映作品に混じって、洋画や大映作品も上映された。1960年の豊橋市には南、東映劇場を含めて、経営12巻の映画館が存在した。日本の映画館数は1960年をピークに、減少に転じた。1960年代初頭までは、日用品を地元の店で購入する傾向が強かったが、 高度成長期には自動車の普及などが理由で、豊橋市中心部に買い物客が流れた。南東映劇場は1966年12月にわずか7年で閉館した。南東映の閉館後、長らく豊橋駅の西側には映画館が存在しなかったが、1985年には藤沢町のホリデースクエアに,にスクリーンを持つホリディーンシアターが開館。 この映画館は1995年頃に映画館としての営業を終えているが、1999年には同一敷地内に日本最大のスクリーン数を持つシネマコンプレックス、ユナイテッドシネマ豊橋18が開館した。かつて南東映劇場が存在した場所は、現在はブックオフ豊橋店の駐車場となっている。1960年の豊橋市にあった映画館出店。 豊は島中スロータウンに映画祭10周年記念誌。ありがとうございます。